はい、今6時47分でございます。自転車のセッティングも終了しました。とりあえず現在地こちらで、別府の方に向かって進んでいこうかなと思っております。はい、それでは、はい、走り始めてまだ20分ぐらいですけど、10号線ずっとこの感じです。今のとこはすごい平坦で信号も少なく走りやすそういいような道でございます。快適ですなという感じで、とりあえずまずは別府で知り合いに教えてもらった温泉にでも使ってから行きたいと思ってます。はい、別府到着しております。朝ですけどですね、公開されたお風呂屋さんがあるので、ちょっとお風呂一風呂入ってから続きいきたいと思ってます。はい、今8時32分ですね。温泉を出てですね、中津の方に向かいたいと思っております。途中何もなければ唐揚げ食べに行こうと思ってますが、なんか面白そうなのがあればちょっと寄り道して行こうと思ってます。それでは、はい、まだ別府湾の出港ぐらいですが、なんかねフェニックスとかあってね、ちょっと南国ムードですな。ああ、九州走ってるって感じですね、これ。はい、大分県の日の出町のところに来てます。10号線左に行けということなんで、そろそろ海沿いの道とはお別れで、ちょっと山の中に入っていくって感じかなと思います。山といっても見た感じそんな高い山がないんで、でそこにね鉄道が通ってるぐらいですから、そんなに険しい山ではないとは思いますが、ちょっとした丘ぐらいはあるかもしれないですね。はい、だらだらとした登りが続いております。東反車線があるぐらいからちょっと登ってるって感じですね。まあちょっとまあ息が上がるぐらいで、そんなに押して上がらなくていけないっていうほどの登りじゃないですけど、できたら早く終わってほしいですね。ということでまた登っております。はい、一応赤松峠標高132メートルって書いてあるんです。一応小さい峠があったみたいですね。一応登り切りました。どうも、氷立て石の館っていうところに来てる。みかんがめっちゃ安いです。ちょっと半分ぐらい食べようかなと思って来てます。100円。あ、そうなの、ね、今持ってきた。はいはい、こっちも100円です。うん、量多いなと思って、一人で食べようかなと思って。でもいいや、すいません、これください。え、これですか、これカメラ。うん、
360度カメラってこっちとこっちにレンズついてて、後でなんぼでも編集できるって。ずっと撮ってる。はい。私たちに入るのか。いや、カットしますよ、カット。人は。うん、だって著作権あるでしょ。ありがとうございます。横で食べとっていい、ちょっと。横の休憩室って書いてあるけど。はい。登ってるかなと思ったら峠、一応の峠でした。でこっから下りやね。はい、神輿の発祥の地、宇佐って書いてあります。後ろはね、こんな感じですね。ハリウッドを真似て作ったUSA。 おもろ。ちょっと写真撮っとこう。なんか八幡宮の総本山、かなりでかいとこですね。全然知りませんでしたが、とりあえずちょっと参拝していこうかと思っております。はい、ありがとう。
はい、お参りにちょっと1時間以上かかったみたいで、今2時12分です。宇佐神社を出てきました。でね、1軒目の唐揚げ屋さんまであと10キロぐらいのところに来ております。3時ぐらいかな。まあ、ぼちぼち行きながら唐揚げの取材したいと思います。それでは。2時49分。からですね、宇佐市から中津市の方に入ります。また緊張して、はい、また行きます。いよいよ中津の方に入ってきました。さて、何軒から揚げ屋さんを巡れるんでしょうか。うちもね、明日の午前中は使ってやろうかなと思っています。来たらから九州に向かって移動、もしくはもう一泊なかって止まるか明日決めたいと思います。はい、富士屋唐揚げ店上の方で到着しました。どんな感じなの、中で食べれるのかな。はいはいはい、ちょっと入っていきましょう。